ホトトギス族は、ユリカ植物の属の一つ。光術の種があり、おおむね次のような特徴を持つ多年生双本植物である。山野の林下や林園、崖や傾斜地などの日当たりの弱いところに自生する。葉は誤生し、楕円型で長く、葉脈は縦方向で、表面には毛が生える。花器は初夏から秋にかけてで、雌雄道下で上向きに咲き、花弁が六枚で、 直径数センチメートル程度のもので2から4日程度咲くことが多い。上老ホトトギス類は黄色くした方向に向く、釣り金型の花を4から5日ほどつけるものが多い。日陰で育つ秋の花として園芸植物として利用されている。園芸品種としては白ホトトギスなどがあるほか、ホトトギスと台湾ホトトギスの交配種もホトトギスとして出回っている。秋頃に、 鉢植えが出回るのを購入するのが一般的。庭に植えるとランナーを伸ばして増える。春頃に株分けで増やす。東アジアからインドに分布し、20種内外が確認されている。そのうち日本では13種が確認されており、うち11種は日本固有種である。日本列島を中心に分布していることから、日本が原産であると推定されている。これらの種の中には、 地域固有種も多いが、それらの多くは、園芸用の洞窟が後を絶たず、また鉱物採取やダム建設、道路敷設等の開発行為にさらされ、絶滅が危惧されている。ありがとうございます。